新山口、はい、行きました、初めて山口県来たかもしれないです。そうですね、はい。まあ、今日は、まあ、ある選手の引退の、はい、まあ、サプライズゲストとして招かれたんですけど、今年度も J リーグ2022年度で引退される選手、中村俊輔選手も引退も発表しましたけど、レノファ山口でも引退を発表されるということで、まあ、僕もかなり親交が深い選手なので、渡辺博文選手、はいはい、まあ、柏レイソルで一緒にやってましたし、ヴィッセル神戸でも一緒にやってました、その他に栃木だったり仙台だったりとかで、今現在、レノファ山口の方に在籍してということで、今年度で引退をされるということで、まあ、ポジションもね、センターバックで一緒に被ってて切磋琢磨した仲間、プライベートでもご飯行ったりとか、男前で人柄がいい、いい選手が引退されるということで、しかも今日ホーム最終戦なんですよ。まあ、試合出場もするであろうと、今回はサプライズゲストと招かれたので、どのような形で引退されるかっていう最後のね、男の最後の日を撮影させてもらおうと思います。本日2時からキックオフ、はい、今日で J2 リーグが全部終了、はい。柏レイソルとヴィッセル神戸時代から鍋とは一緒にやらせてもらったんですけど、はい、柏レイソル時代はね、あんまりね、こういうなかった。正直ネルシーニョ監督のもとピリつかせるっていうか、練習の中でも競争を煽るというか、はい、感じだったから、お互いがすごくね、ライバル視してた。同じポジションだったし、はい、でそこに増島、近藤直也って、はい、不動のセンターバックもいたし、鍋と俺でね、そこに食い込むみたいなので、すごくギラついてたっていうのが柏レイソル時代で、まあ、でもヘディング強かったし、鍋じゃん。仙台って戻ってきた時には足元もね、はい、すごいこう技術が増してたし、でその先にヴィッセル神戸で一緒にやるんですけど、その時にはなんかね、鍋もこういろいろキャリア積んで、講師ともにというか、もう人間性がすごいいい選手、うん、後輩思いだし、うん、チームメイト思いだし、誰よりも熱いし、ヘディングももちろんその武器も持ってるでしょ。あとそのピッチ以外、オフザピッチの振る舞いっていうのがすごくね、誰に対しても丁寧に接する選手で、ロッカーも隣だったしね、俺のスパイクよくかがしてたしで、マイカーダイヤとよく3人でね、わちゃわちゃ、マイカーダイヤ、俺、鍋だったから、ロッカーが、はい、そう、まあでも本当こうやってもう現役最後の日、はい、最後の試合だよねに、こうやってサプライズゲストで招いてもらってるので、男の最後の勇姿っていうのをこの映像を通じて届けられたらと思うので、はい、さあ着きました。着きましたということで、なんか最終戦ということもあって、はい、すごい賑わってるですね、うん、新未来スタジアム、俺初めて見ましたですね。ちなみにあの玄関ではもうご家族とお会いして、はい、サプライズで内緒でお願いしますって。今はもう出れたかな。あ、今出揃いましたね。出揃いましたね。渡辺博文選手、今引退して、僕がサプライズゲストなんですが、坪さん、はい、坪井圭介さんもレノファ山口で引退されて、その時はサプライズゲストに小野伸二さん、はい、平川さん、はい、来られたという。なるほど。そんなあの大役。本当ですよ。大役。だ、小野さん、平川さんの次那須さんってことですよね。そういうことです。ちょっと釣り合ってない。ちょっとブーイング出かねない展開ですけど、大丈夫ですかね。はい。僕大役なんですけど。まあでもありがたいですね。はい、最後スタメンでしっかり出て、はい、優秀の美というか、まだできるじゃねえかって思わせるぐらいで。引退するって、まあかっこいいですね、そういうの。僕はそういうのできなかった。まあ、レノファ山口で引退されたレジェンドの方、はい、踊っすちょっと勝手に勝ち以上取らないで勝手に取らないでくださいすごかったです。伊藤さんもそうですかね、ここですよ。この時は、しかも、ああ、そう。藤原さん。いい時だ、そう。これは、そっちやったね。そっちやったんですけど、なんか、どっちが藤原さんって言ったら、なんか物足りないなと思って。背番号14次、藤原。頑張ってください。はい、頑張ります。終了終わりまして、今はチームのサポ
ポーターへ向けての最終戦の、そうですね、はい、ご挨拶、はい、僕は今シーズンを持ち引退しますが、未来を担う若い選手たち、そしてチームを支える中堅ベテランの選手たちが、来年はサポーターの皆さんと一緒になり、さらに上の順位、さらに上のステージに行けることを心から願っています。来シーズンもどうぞ根の葉山口のサポートをよろしくお願いいたします。ちなみに私、はい、セレモニーしてないんですよ。え、あ、そうなんですか。天皇杯優勝したじゃないですか、はい、ホーム最終戦の後に引退発表したんで。ああ、なるほど、はい、だから、はい、サポートの前にこういうお話してないんです。まあでもこういうのはやりたかったですけどね。お、お願いします。あのもうレジェンド、はい、こういうゆかりがある。そうですね、はい、本当こんだけの前に引退できるって幸せなことですよね。そうですね、うん、それこそ応援も解禁になったタイミングですか、うん、ね、本当だよね、はい、このね人数の前でというか、はい、こう引退ができるっていうのは、うん、一握りですから。だからそれこそ琴さんとかに密着した時にも観客が全然入れない中で引退っていうところで悔しさもあるみたいな話もされてたんで、はい、あ、一言あっちで出てから、はい、あっちで、あれ逆にいいですか。なんか逆にいいですか、そんな。いいです、いいです。まさかのメッセージをということで、はい、もう鍋とはね、ほんとね、結構濃い時間を過ごさせてもらったんで、で、彼が今抱えてる問題っていうところで、脳神経をヘディングしたらしやすいとか、ヴィッセルから抱えてたね。で、少しこうね、プレーの部分で不憫なところもたくさんあって、それも知ってたし、無理して頑張ってた現役生活っていうのも知ってるので、思うところは多々ありますよね。これわかんなぁ。2人の存在はいつもお父さんの力になりました。俺は泣いてもしゃあねえしな。2人とも、はい、横山選手も皆さん、お疲れ様でした。松田です。温かい姿で心を送るのを誰かバリスペットルやないか。やめてください。いや、俺はちょっとみんなに謝ってくる。一言でも見れてよかった。シーズン当初から少し目が見えづらくなってきて、日常の支障はないんですが、思うようなプレーができなくなってきました。病院で検査したり、目のトレーニングを続けてきたんですが、なかなか思うような形で回復しなかったので、今回引退という決断をしました。何か自分にとって良くないというのは、ある意味人生のチャンスなんじゃないかなと思います。このような自分にとって良くない出来事があったので、これは自分が考える機会だと捉え、行動してきたことで、また新しい道や次のやるべきことが見えてくるのだと、このサッカーを通して伺いました。なので今回のやめるという決断をネガティブに捉えず、次また新しいことに出会えるチャンスだと捉え、前向きにいろんなことにチャレンジしていきたいと思っています。目の前に関わる、そしてサッカー界に関わる全ての皆様に感謝しています。ありがとうございました。このお会いして今日ちょいですが、ご交差されてくれたらよろしくお願いします。サッカーの道に行ってくれたら、あれ頑張れ頑張れ、何より一番近くで支えてくれたら、心から尊敬するんですが、そして2人とも子供たちに本当にありがとうございました。13年間本当にありがとうございました。
なべ、ね、目が見えづらくて、まあ、非常に支障はないんですが、これ同じ症状だったから、はい、俺の方が先に発症してたから、だからなべもミッセルの時から少し控えてて、多分今年度かなりこう苦しんでた。落下地点とか読めなくなるからね。そんな中でもやっぱり鍋はもう積極的に勝つ強い人間だから、チームのためにっていうところを常に向き合ってたと思うし、だからこその言動だったり振る舞いとか、キャプテンというね、あの主役をこう担ってたと思うし、いや本当にすごいと思うよ。ヴィッセル神戸で共にご活躍され、現在は YouTuber としてもご活躍していらっしゃいます那須大輔様です。それでは、那須大輔さんより渡辺選手へメッセージをお願いいたします。まずは、待て、お疲れ様。今日は、山口の皆さん、那須大輔です。初めまして。まずは素晴らしい環境で、ナベが2年間でのファンとしてプレーしたのはすごくナベ自身幸せだったと思います。ナベのメッセージもあったと思うんですが、僕も同じボールがまた見えないということを思っていて、その当時からナベに聞いてました。彼が抱えている不安だったりっていうのは、常々そうかなってきたんですが、まあ、それでも、彼の性格も分かってますし、真摯に常に向き合う姿勢だったり、まあ、自分に言い訳を言わないっていうところだったり、そういう部分があったので、もう常に、まあ、勝利のためにチームのことを考え、自らが犠牲になり戦う部分を知ったので、それで最後までやり抜けたかなと思います。この場を借りて本当に、なんでも2年間支え続けていただきありがとうございました。なでとは柏レッズに、天皇が一緒に入賞してセンターバックとミサイルバックで一緒にやらせてもらって、その後ヴィッセル神戸で、まあ、先ほど、前川大也がダダ滑りのメッセージくれましたけど、ダイヤ、僕、ナベでロッカーね、3人で並んで、わちゃわちゃしながらすごくいい深く濃い時間を過ごさせてもらいました。ここまで記憶に残せる選手ってサッカー界は少ないと思います。こうやって、サポーターを巻き込めることは、チーム、スタッフをみんなを巻き込んで勝利に導ける選手って少ないと思います。彼が残した言動だったり行動だったり、たくさんこのピッチで残したものというのが、今いるレノファ山本の選手、スタッフもそうですし、サポーターの皆様がしっかり受け継いで、これからのこのチームの礎を作っていただきたいと思います。それぐらい本当に貴重な人間だったと思います。これから、第二の人生ということで、何でも進んでいくと思うんですが、渡辺博文の、応援をよろしくお願いします。最後に本当に皆さん、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。那須大輔様、ありがとうございました。なんか俺
が認定セレモニーしたみたいな。まあでもずっとあの鍋のその視線っていうのを感じてました。ずっとこうあの真摯に、まあ、鍋の人間性だよね。ありがとう。ずっと目を見続けて一期一会とかさ、まあ、すごくありがたかった。パワー。ちなみに奥様、はい、はい、あのミスル神戸時代から、はい、お世話になってます。引退を決めた時とかどう思ったかというか、いや実際引退期も今年辞めるって言われると思ったことがありました。今回心づもりができていたというか、まあ、もしかしたらそうなるだろうなっていうのは思ってました。なるほど。実際今日どうでした、その、まあ、最後こうやってピッチで最後プレーして鍋 の, インタビューだったりとか最後メッセージだったり聞いて最後どう思いましたか。寂しいけど、まあ、こうやって、ね、温かく送ってもらって、まあ、まだやってほしいって惜しむ声もたくさんいただいて、そんな中で引退できるっていうのも一つ幸せなんじゃないかなと思って、また次に向かって新しく頑張っていきたいなと思います。でも本当にあの純粋にお疲れ様でしたもん。多分ご家族の支えがないと間違いなく鍋もやれなかったっていうのは思ってるところなんで、ありがとうございます。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 ありがとうございあの横浜 F マリノスの時から、はい、あの本当切磋琢磨、もう実習トレもね1対1とかよくやってもらったしね、講師ともにご飯も一緒に奥様にこうちょっと作ってもらったりとか、そうそうそう仲良くさせてもらったんですけど、もう今同い年だから41ですよ。はい、今日も途中交代してましたけど、まだバリバリやってますから、しかも誰よりも練習するまだまだ変わらない。いえいえ、そんなことないですよ、もういっぱいいっぱい。でも、そうどうその鍋とね、うん、菊池選手が引退っていうことで、うん、年上だからね、俺ね、そうだね、そうだね、だからこう、いや、まだまだ全然できる、見ててもそうだし、まだまだね、できるだろうって思いもあるけど、まあ、でもそこはね、彼らが選択したことだから、いろんな事情があるんだと思うし、シンプルに寂しいっちゃ寂しいよね、そうだね、やっぱ寂しいなっていう思いはあるけど、今は、だから逆に、次のステージで頑張ってほしいなという思いが、強いかな、うん、ちなみに今プロ何年目ですか。プロは23すごい何個ありましたね今年ね、うん、この長くやるプロで活躍するとか長くやりたいという選手たくさんいると思うんです。そのためにこう必要なものとか、まあ、コーチなりでもいいし何なのかっていうのを言葉にしてこうメッセージで伝えてもらいたいなっていうのが、はい、いきなりすごい難しい、難しい注文してくるね、やっぱ長い選手にちょっと難しい質問しますよ。、はい、いやあのね、まあ俺もそうだし、あとまあキクもヒロもそうだけど、特別なことは逆にもうないかな、はいはい、シンプルなことなんだけど、それをやっぱりコツコツとやり続ける、どこまでやり続けれるか、そこの部分がすごい大事かな。でその時々で必要なことってやらなきゃいけないことってあると思うんだけど、それをしっかり自分で認識して、じゃあそのための努力を毎日毎日積み重ねてやっていこうっていう結果がやっぱり長くやる秘訣だと思うので、当たり前のことをこう当たり前にやるのがやっぱり結構難しいかなと思うので、そういったところをすごいしっかり認識してやってもらえればいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、ちょっとまだまだバリバリ頑張って、いやいやいや、まあまあまあ、これまあまあ頑張りますよ。はい、ありがとうございました。
疲れ様です。嘘、びっくりした。聞かれないよ。なんで山口いるの。山口しましたよ。初めて。初めて。連絡来て、で、鍋のセレモニー、花束を渡してほしいです。いや、ぜひって。いや、ぜひぜひ。周平からね、大月周平から、うん、サプライズゲストを呼んだからって、すごいドヤ顔でさ、まさか那須さんだと思ってなくて、めちゃめちゃびっくりした。そうそうそう。いやいや、でも本当お疲れ様。ありがとうございます。13年。13年ですね、13年。見て、はい、イケメンでしょ。いや、本当そうですね。誰がイケメンいや、並んだ時、背高くて顔ちっちゃくて、ね、スタイル全然違うなと思って。やめてください。ちょっと、まあでも一緒にその柏レイソル時代、ね、やらせてもらって、はい、まあその頃はまだお互いもうギラギラしてたから、はい、そうですね、確かに俺のポジションだみたいな。で、まあでも一緒に優勝して、うん、で、ヴィッセル神戸です、うん、そこで一緒にやって、まあその時はお互い年月も経って、はい、本当コースともに、うん、お飯も行ったりとか、カレーシューとか、いろんなこう話をしたり、ね、いやしましたね。俺のスパイクの匂い嗅いでもらった。毎回ね。いや、当時からやってたんですね、それ、はい。ダイヤが、前からダイヤが、はい、そういうの好きで、こうやって、くっせ、なべさーみたいな感じ。嫌なんだけど、分かってても、欲しがっちゃう。なべも今年引退決めたのが、そのね、そう。ノーシントノーシントがいいです ね、やっぱ結構ね、ディフェンス出身のヘディングウォークしてるんですけど、他にもいるんだよ、はい、ボールが二重に見えるって、そうそう、その気持ちはだから徐々に分かってきたそう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 どうだったその今シーズン総括して。いや、結構チームとしては、まあ、波はあったんですけど、なんか途中から夏過ぎたぐらいから徐々にこう、なんか選手の感覚みたいなのが合ってきて、なんかどんどん結果が出るんだろうと追いつけるショットとか逆転するショットができてきたかなっていう感じ。どうだった現役13年間総括して。いや、多分那須さんも一緒だと思うんですけど、目の前のことを追っかけてたら10年以上経ってたって感じじゃないですか。あっという間にね、はい、大きなあれを目指してたわけじゃないけど、もう常に今を集中して試合に臨むために準備してたら、うん、13年経ってたっていう感じなんですよ、ね。まあ、記憶に残る選手、キャプテンも今年して、うん、他でもキャプテンしてた初めて最後の年初めて。え、那須さん何やったんですか。18か。いや、すごいな。いや、僕は13年っていうのをこの間発表した、うん、その後に中村俊輔選手が26年って言ったら、いや、いやだもん、いや、いやないか、確かに。なんかいいさ、鼻抜けの時にさ、前川大雄がさ、バタタ滑りなメッセージだったありますね、ブルディ活山だな。まあでもね、本当あのアンドレスもそうだったし、ジャベアもね、本当多くの素晴らしい選手たちと一緒にやれたっていうのも、ね、うん、財産だと思うし、うん、まあ、これから引退してもっていうことだと思うんですけど、はい、最後に今後っていうところの目標、うん、教えてもらえれば。そうですね、いや、なんかこれっていう目標は実はないんですけど、今までこうサッカーやってきたのと一緒で、なんかこう子供の頃のようなその好奇心っていうのを忘れずに、今後もいろんなことにチャレンジしていきたいと思っているので、まあ、どんな職に就くかは分かんないですけど、チャレンジしていきたいと思っています。なのでもしかしたらミナーズに、もまたサッカーすんのかい。それは冗談ですけど、はい、まあ、引き続きいろんなことにね、チャレンジしていきたいと思ってます。はい、バンドです。ナベです。応援よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回、はい、渡辺博文選手の、はい、引退セレモニーのサプライズゲストとして花束を贈らせてもらったんですが、まあ、本当に、いい瞬間、一度しかない瞬間に立ち会わせてもらえて、はい、僕自身もありがたかったですし、まあ、渡辺選手もたくさんのサポーターとかたくさんの人に支えられてやってきたんだなっていうのが今日のコメントだったりサポーターの反応だったりというので分かりました。これからもね、こういう機会に、まあ、あの立ち会えることがあればたくさんお届けしたいと思いますし、サッカー界これから盛り上げていくためにもいろんな角度からね、映像を届けられればと思いますので、ぜひね、これからもご視聴よろしくお願いします。で、こちら遠藤ファン山口、はい、来シーズンもね、さらなる深みを目指して頑張りますので、概要欄の方から、リンクの方を貼らせてもらいますので、皆さんぜひね、応援の方もよろしくお願いします。
ものがいいと思いましたらチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いします。あと最後に一つこれだけ見てください。一言言わせてもらって、前川大也選手のって言ったら大也から連絡が来ました。あ、お疲れ様です。僕の滑りで僕が滑ったことをサポーターに伝えただけで那須さんが滑ると言った前川の恐ろしい滑りゲーム巻き込みすいませんでしたと来ましたね。サッカー界みんなつながってますね。すごくありがたいご縁ですということで、今回はここら辺で、締めさせていただければと思います。皆さん、これからもよろしくお願いします。渡辺博文選手、菊池選手、改めて本当にお疲れ様でした。それでは、まずは、今シーズンで引退にすることにしました。ブースターの人たちに支えられたなっていうのと、あとはチームメイトの部分で一人一人が支えられたなと思います。